お電話ありがとうございます。僕は多生か、お客様相談室担当、山崎ナビスオでございます。おれおれご用件は何でしょうかオレだよオレあのー、ご用件をお願いいたします。だから俺だってオレオレコールセンターにオレオレ詐欺きた。名前など知る由もないというのに。あのー、ご用件は。だから俺だって俺。オレオレ詐欺でしょうかオレオレ詐欺だよ。言っちゃった。オレオレ詐欺師だよ。<laughs> あのー、こちらコールセンターなんですが。知ってるよ。知ってたんや。知ってる上でかけたん何のために。オレオレ詐欺師のレオで名前まで言っちゃった。 あの私が言うのもなんですがオレオレ詐欺は名前を伏せるべきでは親い乃そんでこないだ買ったオレオなんですけどオレオレのレオがオレオをご購入なされたんですねこのオレオが非常に美味しくてありがとうございますすごいよかった普通に褒めてくれたまさかオレオレのレオがオレオレオとなるなんてオレがオレオレのレオになる前オレオの友レオとレオレがオレオとカフェオレにオレオオレオレオレと気づきお願いレオレ。